はい、皆さんこんにちは、ケントです。今日なんですけれども、とある視聴者の方からですね、ケントさんネットにあることないこといろいろ書かれてますよみたいなコメントをいただいたりとか、2チャンネルにいろいろ書かれてますけれどもどういうふうに思いますかみたいなコメントってこれまでもたびたびいただいてたんですよね。特に思うこととかないのでスルーしてたんですけれども、今日はですね、僕自身についてネットの掲示板で書かれてることあるのかないのかちょっとわからないですけれども、それを上から一つずつ見て僕が直接動画にしてコメントをしていこうかなというふうに思います。エンターテインメントとしてお楽しみいただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。はい、ということでですね、早速調べていきましょうか。なんて検索したら出るのかな。2チャンネルネクストフィットケントとかですかね。検索していきましょう。お、一番上に出てきましたね。論文ネクストフィットケント垂れ流しアットマーク2チャンネルスマホデモっていう、ちょっとこれクリックしてみますね。ここにも出てると思うんで、皆さんこれ見ながらお楽しみいただけたらと思います。お、280件書いてます。これが多いのか少ないのかちょっとわからないんですけれども、一番目から見ていきましょうかこれ新鮮だな、ちょっと怖いですね、何って書かれてるか。まあね、今日は僕の正直なところをどんどん答えていきますので、お楽しみいただければと思います。280個コメントがあるようで、まあ、全部は多分答えきれないので、一つ一つね見ていきましょうか。ちょっと時間の許す限りね。1番目、2019年4月2日、結構最近ですね。言ってもカリスマパーソナルトレーナーみんなが大好きけどさあー、なるほど。僕を語ってね、誰か書いてくださってる方がいると。身長178センチ。これ合ってますね。素晴らしい。体重80キロ。うん、今82キロぐらいなんで、まあ、大体合ってますね。好きな食べ物はハンバーガー。嫌いな食べ物はブロッコリーとオートミール。いや、別にね、ハンバーガー好きじゃないんですよね。ハンバーガーよりは、そうですね。どちらかというと僕、寿司とかね、肉バーベキューとかの方が大好きなんで、まあ、好きな食べ物ハンバーガーっていうのはちょっと違うかもしれないんですけれども、まあ、嫌いではないですね。嫌いな食べ物はブロッコリーとオートミール。別にブロッコリーとオートミールも嫌いじゃないですね。あんまり自分好き嫌いしない方なんですけれども、あえて言うのであればセロリがめっちゃ苦手ですね。特技は書道。確かにこれはその通りですね。英語の論文読めちゃって貴様らクズとは違うんだこれ放映できるのかな、放送できるのかな。まあいいか、ちょっと先に進めていこうと思います。でそんなこと思ってないですよ僕はね。2つ目いきますね。彼はパーソナルトレーナーとして成功するにはとか垂れ流してるけど、彼は成功してんのか、必死に自分のやってることを肯定してるだけだろうとおー、なるほどね。結構僕もね、栄養学と同じぐらいパーソナルトレーナー論についてお話しさせていただくことってあるので、パーソナルトレーナーとしてうまくいくにはこういうことやった方がいいとか、自分がこういう失敗してきたっていうのを多分話しているのでね、そこに向けてのコメントだと思うんですが、僕がねパーソナルトレーナーとして成功してるかどうかっていうのは、ね、正直わかんないですし、お金の面で言ったら僕よりもうまくいってる、たくさんお金稼いでる人っても死ぬほどいると思います。で成功っていうのを大きく2つの軸で定義すると、まず1つ目は自分がやりたいことをやりたいだけやれてるかってことですよね。まあ、その点においてはありがたいことに自分はやりたいようにできてるので、それは1つの成功だと思いますし、お金っていうところで言うとね、パーソナルトレーナーの平均の所得っていうのが企業に勤められてる方を考えると、だいたい平均してね20万円から月40万円ぐらいの間だと思うので、そういう意味では成功失敗とかっていうベクトルで測れないと思うんですが、うまくいってる方なのかなっていうふうには思います。じゃあ詳しくね、僕がどれくらいの金額稼いでるかみたいな話っていうのは過去の動画でお伝えしているのでね、そこでお伝えした内容とほとんど変わってないので、今もそちら参考にしていただけたらと思います。次行ってみましょう。何も知らんボンクラヒョロトレーナーよりケントの方がいいよこれは用語的なコメントなんですかね。なんか僕に対してポジティブなコメントに見えるんですけれども、まあ、ぶっちゃけね、どのトレーナーがいいとか自分が誰に教わりたいっていうのは自分が決めればいい話で、全くその人のサービス自分が受けないのにこいつはダメだとか評論家になってね、ああだこうだ言うっていうのもまあ違うと思うんで、こいつは良さそうと思ってもらえば嬉しいですし、こいつはあかんなと思うのであれば、その人が受けたいトレーナーに行ってもらったらいいと思うので、まあこれは何とも言えないですよね。次行きましょう。自分よりひょろいやつに教えてもらうことなんかないわ。まあそう思う人もいるでしょうね。中にはね、やっぱり大会とか出られていて、フィジーク、ボディービルに憧れて体作っていきたい、そんな方、ネットを見ると多くいらっしゃるように思うんですけども、やっぱりそういう方っていうのは当然大会に出てる方だったりとか、結果を残されてる方に教わるっていうのが一番近道だと思います。僕が運営してるパーソナルトレーニングジムはじめ、一般的なパーソナルトレーニングジムのお客さんっていうのは、だいたい8割から9割ぐらいが初めてトレーニングをするとか、あんまり自分じゃ続かないからトレーニングをするっていう方なんですよね。僕のジムであれば女性の方、特に20代後半から40代手前ぐらいの方が多いんですよ。なのでこれはあくまで僕の感覚ですけれども、ネットだとね、トレーナーイコールボディービルに出てるとか、フィジークで勝ってなきゃいけない、その成績が絶対だみたいな印象あると思うんですけれども、現場にいる僕の感覚からすると、別に体格とかっていうのはそこまで重要じゃないのかなというふうに思ってます。それよりもコミュニケーションスキルだったりとか、アプローチだったりとか、その人がお支払いしてくれた対価に対して満足をさせられるのかっていうところを重視
できるかどうかなんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、次行ってみましょう。マイプロを絶賛していたくせにマイプロからスポンサードの話がなくなったら叩き始めてる。いや、これね、言っていいのかな。マイプロを絶賛しても別にいないですし、僕の過去の動画皆さん見てくれましたか？マイプロ10についての動画って何本か出してるんですけれども、特にね、絶賛してもないしけなしてもないんですよね。こういうブランドですよ、こういうメーカーですよっていうのを皆さんにお伝えしただけで、あとはね、僕の情報だったりとか付属してあるねペーパーを見て、皆さんがじゃあどういう風に判断するのかっていうのは、完全にサプリメントを買う人たちが考えればいいことなので、あくまで補足の情報っていうのを僕はお届けしたまでで、別にスポンサードの話が来てないとかっていうわけでもなくて、一回代理店経由でねお話しいただいたことがあるんですけれども、その商品が良くないとかそういうことではなくて、一旦僕はお断りさせていただいたっていうところなんですよね。スポンサー落とされたのか辞退したのか。まあね、そこはあんまり本当はね言わない方がいいんでしょうね、そういった代理店さんとのやり取りに関しては。でも僕は結構ね、正直なところ言っちゃうんで、まあそれはそれとして、はい、ほとんどのインフルエンサーさんとか YouTube やられてる方はこういうのは表に出さないんでしょうね。次そういう仕事来なくなっちゃうんでね。はい、脱がないやつは信用できない。確かにそういう風に思う人はいますよね。うん、まあ、YouTube だとね、もう上脱いでなんぼみたいなとこ確かにありますからね。こういう人の気持ちはすごいよくわかるし、自分もなんかすごいバキバキになりたいなと思って見てるのであれば、やっぱその人のこうボディラインみたいなところはわかりたいなっていう気持ちはすごい理解はできます。今やちょっと黒歴史になりつつあるんですけども、過去一番最初の方ですかね、2017年か18年に上げたビフォーアフター一回減量してみたっていう動画があるんですよ。まあ、そこでね、自分が減量したらどうなったかみたいな画像を出してるんで、どうしても興味ある方はそちら遡って見てみてください。次行ってみましょう。ぶん殴りたくなる顔。それはねすいませんとしか言いようがないですよ、本当にごめんなさい。はい、次行きます。ぶっちゃけ批判や叩きで企業名出さん限り俺は認めん。これはですね、おそらくは僕がサプリメントの会社さんの中でも中身と金額が釣り合ってないものとかね、そういったものに対してコメントをするときに企業名出さないのなんでなのって話だと思うんですけども、結構出してるんですよ僕、企業名実はね。 YouTube で出してなくても Twitter ではそのまま出しちゃったりとか、 Instagram のストーリーではそのまま出しちゃったりとかしてるので、決してね企業名を絶対出さないってことではなくて、その中でも前回のサプリメント会社に電話してみたみたいな動画の中で、相手の名前とかサプリメントの中身については皆さんにお伝えしてないものも実際あるんですけども、それなんでかっていうと、やっぱ訴訟されるリスクがゼロじゃないからってことなんですよね。だって本当に自分はこれが正しいと、こういう情報を外に出した方がいいと思ってるから、最小限のリスクを負ってでも皆さんに伝えようとしてるのに、訴訟なんかされて動画が消されてしまったりだとか、こういった活動が継続できなくなっちゃったら元も子もないじゃないですか。なので本当にね、これはちょっとまずいなというものに関しては、名前とかメーカーさんは伏せさせてもらっております。ただやっぱり自分がおすすめするものに関しては具体的な名前絶対に出してますし、批判するときも結構出しちゃってることあるんじゃないかなというふうに思います。次行きましょう。ゴミ。これはどういうことだ、すいません、それは申し訳ない。ゴミってなんだろう、まあいいや、次行きましょう。案件受けないことを匂わせておきながら企業名や商品名出さない。業界の闇を暴く俺だけが真実を言っているから俺を信じろ的なありきたりな手法というコメントですけれども、別にね俺だけ信じろって言ってるわけではないんですよね。これはね、そういう風に捉えられちゃってるなら僕の落ち度だなと思うんですけれども、自分が心がけてる発信っていうのはある種こういうデータがありますと、一方でこういう風に語ってるところもあって、全体の母数で比較するとこっちの方が声としては多いですよという、これがまあいわゆる科学的根拠っていうものなんですが、これを皆さんにこういうものがありますよっていう風に紹介して、あと皆さんがじゃあそれを使うのか、それを使わずにトレーニングをするのか、なんかに応用するのかっていうのはもう完全に皆さんにお任せしてますんで、僕だったらこういう風にするとか、こういう情報があるよっていうのはお伝えしてるんですけれども、別にね自分のことを信じてほしいということは一切思っておりませんし、最後は皆さんの頭で考えてくださいっていう風にむしろ思います。業界の闇を暴く俺だけが真実を言っているという風にも思いませんし、最近でこそやっとフィットネス関連の人、本当に多くの人とコミュニケーションを取るようになって、なんとなくねフィットネス業界のこういろんな部分が見えてきたんですけれども、はい、まあそんなところですね。皆さんに情報のジャッジってのをお任せしたいなというふうに思います。次行きます。動画のサムネ&タイトルが詐欺通販に似てる。めっちゃ面白いじゃないですか。いやね、一時期僕の動画って多分ずっと見てくださってる方はわかると思うんですが、白いジェネレーターに赤い文字だったんですよ。で、自分の顔出そうと思って自分の喋ってるこういうところに文字を入れるようなサムネになったんですけども、本来 YouTube のロゴって赤と
黒と白じゃないですか。だからね、それと似たような色っていうのはサムネにふさわしくないんですよね、統計的に言うと。だけど心理学的に赤い色っていうのは購買意識を最も刺激する色なんですよ。で、過去ね、緑とか青とか黄色とか赤とかいろんなタイトルで AB テストをして、最もインプレッション、みんなが見てくれた数に対してクリック率が高かったものっていうのが赤字のテロップだったんで、今まで基本的には赤字で流してますっていう風なバックグラウンドが実はあったりします。詐欺通販に似てるっていうのはまあ確かにそういう時あるなって正直思いますけどね。すいません、それは、まあ、それが YouTube ってものなのかなという風に思います。次行きましょう。ケントはトレーニング動画ダサいよな、企業秘密なんかな、栄養詳しいから PFC バランスや POS スーパーセットとか組んでくれるんかという話なんですけどもね、確かに僕トレーニング動画出さないんですよ。厳密に言うと過去2回出しているんですけども、これなんで出さないかって昔も言ったんですけど、僕が YouTube 始めるってなった時にもうすでにトレーニング動画って腐るほどあったんですよね。カネキンさんとかジンさんとか、当時アレックさんとかネイチャーさんとかいろんな人を筆頭にトレーニング動画ってバシバシあって、じゃあその人たちと僕がねコンテンツで張り合ったとして自分が勝てるポイントってあるのかっつったらないんですよ。扱ってる重量もそんなに大きくないんで、なんだろう、こうダンベルとかバーベルのインパクトもないしね。僕のポリシーとして何かを始めるときに最初に決めることっていうのが何をやるかじゃなくて何をやらないかなんですよね。なんで筋トレ系の発信をしようと思ったときに一番最初僕が決めたのが、ライバルが一番多くいるような筋トレっていうところを一切出さずにそれ以外で勝負しようっていうことを決めました。結果ね、実際出してみたらどういうことになるのかなと思って、2回ほどニュージーランドに行ったときと、あとは古越さんと一緒に足トレやらせてもらったとき、この2回は出してるんで、もし興味がある方そちらを見ていただけたらなと思います。別に企業秘密とかではなくて、純粋に他の人が僕が出したいと思ってるものを代わりに出してくれてるからなんですよね。そういう人が出してない栄養学とかエビデンスベースの裏付けっていう方がみんなが僕に求めてくれてるのかなと思いますし、僕が皆さんに提供できるのかなっていうふうにも思ってました。なので全然僕のパーソナルジムに来てくれてるお客さんに対しては自分がトレーニングしてもちろん見せますし、まあ、こういうこと言うとちょっとね広告っぽくなっちゃいますけれども、まあ、そういうことは全然しますよね。次行きます。サプリ業界の闇とか大層なことをほざくから期待してたけどクソみたいな内容でがっかりした。あ、サプリメント業界のね闇っていう動画ありましたね。こういう感じで案件が来ますとか、実際こういう内容とか、まあ、知ってる人からしたらあれってある種当たり前の内容なんで、まあ、クソって思われてもしょうがないですね。ただどうしても万人受けするっていうのは難しいんで、その時僕はこれを出すべきだと思ったのを出したんで、もうそれでね何言われようがそれもしょうがないかなっていうふうに思ってます。16番、 BCA って宗教だよな、今まで効果があると信じてきて人に勧めてきた人間からしたらクソサプリなんて認めたくないもんな、インスリン大量分泌とトリプトファンと拮抗して覚醒作用があるってことぐらいしかないゴミそんなことないっすよ、そんなことないっす。 BCA はねちゃんとしたアミノ酸なんで体に必要な物質で、数日前にね BCA ってじゃあよくよく考えてみてどういう栄養素なんだっけっていうのをお話ししてますんで、 BCA をゴミっていう人ははっきり言って勉強不足かなと思いますね。17番、 iHerb で偽物売ってるかもって動画出してたのが懐かしいな。これはねオプチマムニュートリションのゴールドスタンダードのホエイプロテインかな。今はねしっかりそれがチェックされていて、もう二度と同じことが起こらないっていう風になってると思うんですけれども、消費期限の印字が違うところに書いてありましたみたいなね、そういう報告もあったので、そういった状況に対してオプチマムニュートリションのオフィシャルサイトに記載されていた内容を皆さんにお伝えさせてもらったっていう動画がありましたね。次行ってみましょうか。ネクストフィットゲントさんが一番おすすめする C4 がセールやってるわ。確かにプレワークアウトで結構長い間 C4 使ってましたね。はい、19番いきます。もともと案件は一切しないって言ってたぞ。案件は一切しないっていうのもそうなんですけども、ぶっちゃけね自分が昔から使ってて本当にいいっていうものだったら案件を受けたとしても全然いいと思うんですね。ただそういったメーカーさんからのオファーがこれまで少なかったっていうのと、仮にそうだとしても、 もう僕からするとですよ、これめちゃくちゃ良くて昔から使ってたから皆さんに勧めたいと思ったとしても、皆さんから見たらいやこいつって金もらってるからそういう宣伝してるんだろうっていう風に思うじゃないですか。なのでね、本当にいいものだったら案件受けること自体が悪いっていう風に全く思わないんですけども、こういった情報を発信してる身からすると信憑性っていう面で今までは受けてきませんでしたっていう話ですね。20番、これで最後にしましょうか。なぜかサプリ叩き動画がおすすめに出てきた。昔仮想通貨が暴落する直前くらいに僕は貯金せず預金せずか株や仮想通貨に投資してるって動画で言ってた思い出しかねえ。サプリ動画がおすすめに出てきたの、おそらく皆さんが見てる動画と関連が高いからおすすめに出てきたんだと思いますけれども、懐かしいですね。仮想通貨実はね、いやこういう話するとね、仮想通貨やってんの株やってんの最近やってんの怪しいとかって言われるから、あんまり投資の話ってねこういうところでしなくてもいいのかなと思うんですけれども、この間ね半年前ぐらいに仮想通貨また買い始めて、一昨日ぐらいにね売ったんで、今ほとんど仮想通貨は持ってないですね。強いて言うならイーサリアムぐらいですね。結構こういう話はね YouTube よりも Twitter でさせてもらってるんで、確か去年のね夏ぐらいに逆イールドがあってから株とか債券とかっていうのは一旦キャッシュに変えて
てリセッションが来るだろうみたいなツイートもしてたと思うんですけども、まあ、結果今めちゃくちゃ株価落ちてまた盛り上がってきてる最中なんですけどね、今はどちらかというとキャッシュ比率を多くしてるかなというようなイメージです。はい、ということでですね、実際に掲示板に書かれている僕の誹謗中傷というところまでひどくなかった気がしますけれども、そういったコメントについて僕本人が直接お話をさせていただきました。こういう動画どうでしたか皆さん。面白いのかな、つまんないのかな、ちょっとよくわかんないんですけど、感想いただけたら嬉しいです。今回ね280件書き込みがあった中の一番最初から20件しかお答えができなかったんですけれども、もしご要望があれば今後もやっていきたいなというふうに思います。はい、そんな感じです。今日も最後までご覧いただきどうもありがとうございました。普段はねこういうおちゃらけた感じじゃなくて栄養学に特化した内容であったりとかパーソナルトレーナーのにまつわるお話させていただいてますんで、興味がある方はチャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ノート、ツイッター、サブチャンネルなんかのソーシャルメディアも他にやっております。エンドロール概要欄からチェックお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。